皆さんこんにちは。お元気でしょうか。ペットでございます。それでは、前回の引き続きですね、このまま甲状腺に行きたいと思います。まあ、これで A 案取れるかがね、結構兵力残してたからな、なんとも青いね、やっぱり。ただね、4方向から入れるんですけど、まあ基本は3つですよね。カンペちゃんちょっとこっちから、削られたからね、兵力。甲虫さんは、こっちですね。これで全員かな。そうですね。はい、では行きましょう。シャナか。上にいる部隊の方がいいね。こっちもそうですね。分かりやすそうですね。教師さんに、あとの2人は弔問明けに参加させましょう。残りが499 564。
開いた。されちゃったか。おお、いいじゃないやつだろうじゃないが、負けるかもしれないけどね。まだまだ成長途中だからね。あー、大勝いらんか。消えちゃうのか。じゃあ一撃必殺、側面で大勝こいで偽対局。はい、行きましょう。
捉えた。さり捉えましたね。アンドリー、何度か行けましたね。お、ヒサも捕らえた。さあ、どんだけ来てくれるかだね。刀剣さんはどうかな。交渉さん、あー、すごいパラ低いけどね。ホランさん来るでしょう。あれ、あら。生産もダメ。長玉さん、お、来た。おお、法政さんダメなんだ。陰木さん、あーダメ。孟達さん、おお来た。教師さん、あーダメだね。筆さん、破れてる。お、そうなんだ。あー、バートさんなんて。チンコだね。そうそうさんとソルケさん。90以上あるね。おっと危ねえ。はい、移転。兵がね、そこそこいますね。さあ、で次はここですね。もうそんなに兵力残ってないんで、そのままおせおせでいけそうな感じしますけど、まずここの、残せる人がいないんで、誰か連れてこないといけないんですよね。ということで、移動。カンペちゃんあれだけど、ちょうよくさんでもよかったかな。まあいいや、トイニさん連れて行こう。
マリオ三島院さんでいいか。そうですね、流氷さんにやらせちゃダメなんで、やっぱり そうですね、うん、カッペちゃんだね。ここは誰が残ってるの。あー、そっかそっか。大義も大義か。しまったね、柴田さんこっちにすればよかったな。内製できないからね、どうしても。あ、いけますね、ただちょっと兵を送ってこないとダメだね、ということでここから兵力をちょっと移動させましょう。少ないからね、そのまま
ます。では、次回そうですね、甲州攻めやりたいと思いますので、今回はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。